ダックスは英国王室より3つのロイヤルォラントを授与された王室御用達ブランドの一つ。シンプソンピカデリーシンプソンピカデリーでゴルフクリニックのコーチを務めたゲイリープレイヤー1894年創業者であるシメオンシンプソンがわずか16歳にしてロンドンミドルセックスストリートに小さなテーラーを創業。世界で初めてテーラードの機械化に成功し、 当時主流だった下て服と同様、品質の高い規制服を生産することを追求し続け、シンプソンスーツとして評価を得る。1930年代には創業者の次男であるアレクザンダー・シンプソンがドックストップと呼ばれる世界で初めてのベルトレススラックスの開発に成功し、当時、 ベルトやサスペンダーを欠かすことができず何かと行動に、規制の多かった英国紳士のスラックススタイルに変化をもたらし、紳士服のファッション誌に革命を起こす。後に、ドックスはこのベルトレススラックスの特許を取得し、英国のみならず、世界各国で商標登録が行われた。当時15シリングでスーツが購入できた時代、このスラックスは、 一本30シリングという高い値で販売されていたが、アレックはそれだけ売り出していたドックストップの品質に自信があったのだと言われている。ドックスハウスチェック紳士服の製造のノウハウを駆使し1937年には婦人服分野にも進出。今では帽子やネクタイ、マフラー、バッグから靴まであらゆるアクセサリーを展開し頭の先から 足の先まで全てをカバーできる、要商品群が拡大されている。アレクザンダー・シンプソンとビジネスパートナーであり、友人でもあったダドリーベックは新しく開発したスラックスの名前を考え、アレクザンダー・シンプソンのイニシャル、エースとダドリーベックの頭文字と最後の文字、DK を結びつけたドックスを考案。ドックスには、アレックが尊敬する、父、ダディとスラックス、 スラックスを結びつけた意味合いも込められ、これがドックスの始まりであると言われている。1936年、アレクザンダー・シンプソンがロンドンの中心地ピカデリーサーカスにブランドの総本山となるストア、シンプソン・ピカデリーをオープン。競売にかけられていた地質学博物館の跡地を買収し、ジョセフ・エンバートンのデザインにより、地上7階、地下1階の100 ピカデリーストリートに面した1階の大きな大型の湾曲したウィンドウや夜に中央階段を照らし出す高さ90フィートの大きな伝統など革新的なアイデアを取り入れ当時最先端の建築物としても高い評価を受けると同時に理髪店やレストランといった施設が設けられた画期的な百貨店として脚光を浴びたメンズストアとして開店したシンプソンピカデリーは一年後には 婦人服の取り扱いも、はじめ、第二次世界大戦中には、軍服の販売もされていたが、その後は、ドックスブランドと世界の有名ブランドを中心に、洋服やアクセサリーを販売し、シンプソンピカデリーのシンボルでもあった一回の、ウィンドウディスプレイはいつも斬新で、ロンドンでも話題となった。シンプソンピカデリーは1999年に閉店するも、翌年、 世界随一の高級ショッピング街であるオールドボンドストリートにドックスの本社、本店を移転。2003年にはジャーミンストリートにメンズショップをオープンさせる。画期的な発明となったドックストップの販売開始と独創的なファッションストア、シンプソンピカデリーのオープンを機にドックスは大々的な広告宣伝キャンペーンを仕掛ける。当時の宣伝用のイラストを手掛けたのが 期待のファッションイラストレーター、マックス・ホフであった。1936年、ヨーロッパの雑誌、インターナショナル・テックスに掲載されているホフのファッションデザインをアレクザンダー・シンプソンが高く評価し、彼に仕事をオファー。彼は斬新で革新的なファッション性を誇りながら、クオリティの高いドックスの気品ある、商品イメージを的確に表現。 彼が描くユニークでインパクトのあるキャッチコピーとともにドックスの広告宣伝は話題となり以後四半世紀にわたってドックススタイルの代表として定着した。1960年代後半からは防具のファッションイラストレーターとして活躍していたエリック・ステンプによる宣伝を行い色彩豊かでスタイリッシュなステンプのファッション側長きにわたり英国ファッション誌の一部として歴史に 刻まれている。ロイヤル・ウーラントとは日本語では、王室御用達認定書と訳され、ロイヤルファミリーの個々のメンバーから指名され授与される認定書のこと。現在、英国王室の御用達を認定する権限があるのは、エリザベス女王、エディンバラ公チャールズ皇太子の3名のみ。ドックスは、1956年に、エディンバラ公1962年に、 エリザベス女王、1982年に、チャールズ皇太子よりロイヤル・ウォラントを授与され、現在この3つの紋章を掲げることを許されている。現在王室御用達の紋章を与えられている企業は約800社あるが、3つのウォラントを所持している企業は、わずか17社しかなく、その中でも医療品の分野では、ドックスを含めて5社しかない。 ロイヤル・ウォラントはロイヤル・ウォラント協会による5年ごとの厳しい審査を経た非常に実質性の高い認定書であり、ドックスブランドの品質とサービスが保証されている証と言える。1934年にベルトレススラックスを開発し、コンフォートイニアクションをキャッチフレーズに、ドックストップを代々的に売り出して以来、ドックスのスラックスはスポーツウェアとして脚光を浴び、 英国を代表するスポーツでもあるゴルフ、クリケット、サッカー、テニスの英国ナショナルチームのユニフォームに採用されるようになった。熱狂的なゴルファーだったレオナルドは1950年にドックスゴルフトーナメントの開催をスタートさせ、1961年にはゴルフ界における英国と米国の友好関係に最も貢献したゴルファーに毎年贈られる賞として、 ウォルター・平原賞を創設。この賞は、世紀のゴルファーとも呼ばれるウォルター・平原ボビー・ジョーンズ、ジーン・サラゼンほか、ジャック・ニクラス、アーノルド・パーマーなど著名人が受賞している。また、1967年には、ゲイリー・プレイヤーをドックスのプロモーションに起用し、シンプソン・ピカデリーでゴルフクリニックのコーチを務め、話題となった。章中央に描かれた白に赤の十字は、 セントジョージの赤十字でイングランドの国旗を再現。そこに描かれた二輪の花はスコットランドの国家であるアザミで当時ドックス最大の工場がスコットランドにあったことを表している。またエセックス州もしくはミドルセックス州のシンボルである県が赤十字の中心に描かれているのはドックス創業の地がミドルセックスストリートであることを意味している。さらに 文章上部には、開業当時、文章に入っている、アスピスセムルは、ラテン語で、一目瞭然を表し、ドックスのキャッチフレーズである、ワンルックテルズユーイットエスドックスの意味を表している。ドックスが永遠のポリシーとして掲げる、ドックスらしさの追求と、ものづくりへのこだわりの精神がこの文章からも、伺うことができる。この文章は1969年に考案され、 後に、王室直属の機関である、文章院に正式に登録されている。1976年、世界で最も贅沢な繊維を代表するキャメルと、微球な黒を合わせた3色で構成された、ハウスチェックが考案される。この3色は、ドックスの商品のみならず、シンプソンピカデリーのパッケージや、広告宣伝など様々な場面で使用された。ハウスチェック以外にも、 ドックスオリジナルでデザインされたタータンチェックは11種類にまで増え、ハウスチェックを代表にドックスを象徴するデザインとして今では数多くの商品に使用されている。創業当時から受け継がれてきたドックスのブランドポリシー、クオリティファースト。ドックスはテーラーとしての完璧なものづくりに対するプライドを貫き、シーキングパーフェクションの理念、高品質、 適正価格の原則、ワンドックテルズユーイットエスドックスというドックスらしさに対するこだわりの精神といったモットーに基づき、現在も商品を作り続けている。ドックスの基幹店は世界の有名ブランドが集結するロンドン随一の高級ショッピング街、オールドボンドストリートに位置し、紳士服、婦人服、バッグ、アクセサリー各種の最新コレクションを取り揃えている。 英国のみならず世界のマーケットトレンドを中止し、各国のドックスライセンシーにデザイン情報をはじめ、様々なファッション情報を発信している。ドックスアーカイブ展示会ドックス115年の歴史展英国スコットランドのセントアンドリュース創業から76年後の1970年、その前年からドックスのインポート商品を独占輸入販売していた三協正協が マスターライセンシーとなり、サブライセンシー三社にて、ジャパンドックスシンプソンアソシエーションが発足。日本でのドックス拡販に向けた第一歩が踏み出される。当時は、紳士服のみの展開。その後、1980年代に入り婦人服の製造、販売をスタートさせ、日本市場において一気にビジネスを拡大。特に、ドックスの 全アイテムを集合させた総合カタログの制作や登録商標でもあるハウスチェックを大々的に使ったテレビ CM の放映、またナンシー・ロペス、ニック・ファルド、ジャン・スティーブンソンなどのプロゴルファーともスポンサー契約をすると大々的な宣伝活動を行う。1985年にはドックスゴルフの販売もスタートし日本での展開を加速させる。 1990年代に入ると、ドックスの歴史が大きく変わる。それまで日本におけるマスターライセンシーであり、長年ドックスの主要取引先であった三協生協が1991年にドックス、シンプソン社を公開買い付けにより買収し、ドックスブランドの東南アジア戦略が本格的に動き出す。韓国、台湾、香港、中国、タイ、 インドネシアなどで販売に本文字を入れる。また、1992年にはプロゴルファー、ハットリミチコとスポンサー契約を交わす。2000年代に入り、日本をはじめとする東南アジア各国でのプロモーション活動を強化。2004年には創業110周年を記念した総合展示会を東京で実施した。また、その年のイメージキャラクターとして、 英国の世界的有名、バレエダンサー、アダム・クーパーとも契約をし、彼の日本公演、危険な関係のスポンサーも務めたほか、彼と夫人のサラ・ウィルドーを起用し、白鳥の湖の楽曲に合わせたテレビ CM を制作、放映した。2009年には、三強制強化部式会社東京本社ビルにて、ドックスアーカイブ展示会ドックス115年の歴史展を7月30日、 31日の2日間、開催。長年にわたり、ロンドンで保管されていた、創業当時からの歴史的な資料を初公開し、スラックス革命と言われた、1934年に作られた、ドックストップの展示をはじめ、ロイヤルファミリーとの関わりやゴルフを代表とする、スポーツ界への貢献、広告宣伝の変遷や英国王室御用達、認定書の展示など、 ブランド発祥当時からのアーカイブ資料を多数紹介。また同年には、ドックスの歴史をまとめたオリジナル本、A History of Docs を出版し、マルゼンをはじめとする全国書店にて販売した。2014年、ドックスは創業120周年を迎え、世界各国で記念のプロモーションやイベントが行われた。英国ロック歌手、ポール・ウェラーと彼のマナ娘、 リアウェラーと契約をし、創業120周年記念イメージキャラクターとして1年間、ドックスの広告、宣伝に起用。伝統の継承と未来への絆をコンセプトに、宣伝活動を実施し、テレビ CM も制作、放映された。また、120周年記念プロモーションのメインイベントとして、ゴルフの聖地、英国スコットランドのセントアンドリュースオールドコースにて、 ドックスゴルフトーナメントインストリートアンドリューズを開催、創業120周年を盛り上げた。2019年、ドックスは創業125周年を迎え、銀座6、スタヤ書店内にて125周年アニバーサリーイベントを開催した。イベントでは、ペイントアーティスト佐藤武志氏によるライブペインティングパフォーマンスや、イタリア・ミラノで発表されたドックス最新コレクションを、 お披露目するファッションショーも開催された。また、創業125周年を記念し、2019年秋冬、宣伝ビジュアルに映画タイタニックのヒロイン役で知られるアカデミー賞女優、ケイト・ウィンスレットを起用した。撮影は英国ロンドンで行い、キャンペーンビジュアルと共に撮影されたビデオも公開された。ドックス新士及び婦人服は、 全国主要百貨店を中心に販売日本での各種ライセンス商品オールド・ポンド・ストリートにあるドックス社2016年春夏ドックス・ミラノコレクションの様子2016年2月にドックス・銀座店をオープンドックス・銀座店に英国メリーソート社製の巨大なオリジナルドックス・テディベア英国におけるドックスの歴史ありがとうございます